SEO って初心者にでもできますか？はい、可能です。幸せになる方法。笑顔でいるんだよ。いつも笑顔でいる人。普通の顔をしている人は魂力が違います。自分の機嫌を取れる人になるんだよ。人のご機嫌伺いをしてはダメ。自分の機嫌を取るんだよ。自分の機嫌を取れる人は魂力が上がります。一生懸命出し切るんだよ。人様のために全力で働きなさい。人の喜びを自分の喜びにできる人は魂の力が違います。あなたにもある人生逆転の力。魂力が強くなると人生を逆転するくらいのパワーがついてきます。徳を積んで魂のステージを上げればいいのです。誰でもできることですよね。それが幸せになる方法です。今日は人生逆転の力、魂力のお話です。地球に生まれてよかったね。ついてるついてるついてる。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。